エーボンの書は、古代ヒューペルボリアの大魔導師エーボンによる著作、別名は、象牙の書。古代ヒューペルボリア時代及びそれ以前の暗黒の知識を集めた書。エーボン自身が崇拝していたツァトグアとツァトグアの家系に連なる神。の他に、ヨグ、ソトース、ウボ、サッスラ。エーボン自身が崇拝していたツァトグアとツァトグアの家系に連なる神々の他に、ヨグ、ソトースカノ、ネクロノミコン。にも欠落している禁断の知識が甘たく含まれるという。中には、緑の崩壊。のように危険な項目も多く記されている。現存する写本として、9世紀にカイアス・フィリパス・フェイパーの訳したラテン語版が6冊、13世紀にガスパール・ドノールの訳した中世フランス語版が13冊、15世紀の訳者不明の英語版、語訳あり、が18冊あることが知られている。本書の第9章には、かつてヒューペルボリアの北端の半島ムートゥーランに居を構えていた魔導師エウアグが、恐るべきルリムシャイコースに遭遇したことと、その後の顛末が記されている。エーボンは、降霊術によってエウアグの霊を呼び出し、ヒューペルボリアを襲った謎の寒波にまつわる真相を聞き出したのだが、その内容があまりにおぞましいため、すべてを記述してはいない。なお、実際に編纂したのはエーボンの弟子サイロンで、彼がサイクラノーシュに旅立った後、代々の弟子たちに継承されていった。